皆さんんごきげんようはいあのずっと出家の話してるんですけども今日はその、えー、出家とかあるいはお坊さんの生活ですね出家的な暮らし、えー、そういうものをまあ仏教の中で全部決めているその規則のあり方についてお話をしようと思います。えー、これは現代の出家的ないろんな社会がありますね今までいろいろお話ししてきました。 えー、あの宗教に限らずいろんな領域に出家的な世界はあると言うんですがその出家的な世界の一つの条件として出家した人間はこのように生きなければならななならいいとうう規律がどうしても必要になりますなぜならば世の中の普通の価値観から抜け出してまあ,あの俗な言い方するとあの仕事をしないで食べさせてもらうという面が出てきますから。 そうですね、やりたいことをやってる分だけ生産活動できませんからその分は誰かから補ってもらわなくちゃいけないわけでそうするとその、まあ、やってもらってる代わりにその本人は正しい生き方つまり真っ当な出家者でありますということをみんなに見せなければならないんですねそうしないと周りの人たちは納得しませんからそうですね口先だけね出家してますって言いながら。 お布施もららっってて昼寝してたらそらみんな怒っちゃいますよねですから、えー、その出家をする人にはそれなりのきりっとしたきちっとした生き方の規範というものが日常の世界とは別個ににどうしてても必要になってくるんですね政治家には政治家がの世界でやってはいけないこと普通の人なら許されても政治家ならやってはいけない科学者ならばやってはいけないというふうにそれぞれの世界の中の規範というのがあるんですね。 であの仏教はそれの手本ですからお釈迦様時代から、えー、その規範というもの規則というものをきちっと決めました。でこれがあのいつ頃ででできたんですかのという質問に対しては実はあの昔々で資料がないのでお釈迦様時代には本がなかったので文字,が文字で書きませんでしたからあの情報としてはきちっと残っていないんですけれども。 でもその後2500年の間にその規則はどんどんと発展し肉付けされて大きくそして精密な法律体系へと発展したわけなんですねでそれを仏教の言葉で律像というんですね律像です像というのはあの三蔵法師の像ですね教像律像論像ってあったでしょあれの一つで律像という法体系ができました でえー、これはなんあのー、南方のお、えー、南のスリランカや東南アジアのお坊様たちが、えー、使っておられる、えー、立像の本ですね。これ中はあのー、パーリン語という、えー、古代インド語で書いてあります。これ一冊じゃないですよ。えー、立像全体はこれだけあるんですね。これれがが、えー、お坊様たちが守らななけけばいけない全ての規則を 集めたものです膨大でしょ。ものすごいでしょ。で、えー、この中にはあのやってはいけないことというのもいっぱい決めあの数百決められていますしやらなければならないことこういう時には必ずこうせよというやるべきことも数百決められていて、えー、それの一つ一つに対して具体的なやり方が全部書かれているわけなんですね。 で、例えば、えー、ここまでお話をしてきました、えー、人が出家をするとかあるいはお坊様になるとかそういう儀式があるって言いましたねその儀式のやり方どうやってお坊さんになるのかという儀式のやり方ももう1から10まで全部この本の中に書いてあります。だからここれれれを、要するにこれ全部頭の中に入れておいて、そうして、おいそし えー、仏教相談を運営していくということになるわけなんですね。でこれ頭の中入るのかっていうことですがいくら記憶力の良い昔のインド人やスリランカの人たちであったとしてもまあこれ全部覚えるのは大変なことです。大変なことですしかもねこれは法律です。この他にお経があるんですからねお経はこれの何倍ももああありりりままますすす倍近くありますお経もありますそれから哲学もあります。 それも全部覚えていきますからだって本がないんだからね昔はそういうわけで全部覚えられる人ってのはこれはもう滅多にいないんですね滅多にいないんですであの覚えられた人は教律論を全部覚えた人って言うんでこれはあの中国へ行ったあの三蔵法師とは別の意味で三蔵法師と呼ばれるんですね、うん、ら三蔵を全部覚えてる人っているのかっていうとねやっぱりいるんですねこれ。 今でも今でもおられます長老でね、えー、毎日毎日勉強して覚えていって頭入ってる人おられるんですねすごいことですねでも一般にはなかなか難しいので例えばこの法律にしての場合には法律を専門に勉強しますというお坊さんがおられてまあ、えー、弁護士を目指したお坊さんみたいなもんでそのお坊さんはもうこの法律を頭の中に入れて「 ことうい,ういう判断が即座に出てくるというそういう特別なおおお坊ささんんもお寺の中にたくさんおられるわけですねでそういう人たちがいざという時にねこんな時どうなんでしょうかっていう話に対してこれはこの規則のここにこう書いてあるからこれなんだと言って、えー、論理的に説明をしてそして相談の決め事運営そういうものをきちんと進めていくわけです。よろしゅうございますか だからこの律を全部覚えてるお坊さんというのはなかなか権威があるわけで、えー、他の人はかなわないんですね何だってまあ弁護士先生が言うことだからもうそら聞かないとい,いかなわということになるわけですね。でそういうお坊さんがいるということ自体が仏教という組織が極めて法律を重視する法律に基づいて運営するという、えー、まあ、えー 綺麗なものの、これは綺麗なんです。法律に基づくということは、個人の人の思惑に左右されるとか、上の人が言うから、無理なことでも無茶ぶりのことでもやらなくちゃいけないとか、そんなことは全部否定されて、法律がすべてだという、非常に厳密な運営になっていくわけです。そのお金で仏教相談というのは、まあ、堕落をしても元へ戻る。堕落をしても元へ戻るという。 まあ、あの反発力があってね自浄、えー、作用がこの法律によって出てくるわけなんですねよろしゅうございします。でこの,こ,の法律この法律の中に特に特にお坊さんがやってはいけないことというのが、えー、およそ200ここに227と書いてあるんですが見えますかこうですね227あって。 これはパーリン語の今ご覧に入れたこの律の中には特にお坊さんがやってはいけないことが227条決まってるんですね。でこれはこれだけは弁護士であろうが一般のお坊さんであろうが必ず全部覚えなくてはいけません。これは絶対覚えなくてはいけません。なぜならばこの227条の法案の法律をもし破った場合には即座に罰が与えられるからです。ということは覚えてないとね えー、知らん間にやっちゃってそして後で罰を受けるってことになりますから必ず覚えなくてはいけません。で覚えるための、えー、ちゃんとしたあの手順があって、えー、半月に一度新月の日と満月の日この日にはお坊さんたちがその山がねそこのその領域の中でまあ今で言うとお寺の境内の中で暮らしているうー雲水さんたちとかそういう感じですね。その修行者たちが、えー 新月の日と満月の日には1か所に集まってこの227条のこの規則をえ頭からずっと聞くんです。1人の人が覚えてる人が全部唱えます。でそれを周りのお坊さんが全部こうしっかり聞くわけです。そしてそれをまあ覚えますしそれを自分がやってないだろうかと反省するわけですね。ここのの半月間の間に私はこれれ今言われたら、 ああああ思い当たるる節があるあの時はあ,やあんなことしちゃったというような、えーまあ、自己反省の機会を持つわけですねこれによって半月に一度ですから、えー、常に頭の中にこの227条が入っていってそして知らず知らずのうちにそれをやらない悪いことはしないというお坊さんになっていくわけなんですね。よろしゅうございますか。あのでった男性ね 女性の場合には300超えるんですね。うん、これはもう男女差別です。もう間違いなく。えー、あの男性には男性には緩くて女性には厳しいっていうそういうあの話が、これはもう仕方ないと言えば仕方ないけども、なんとかせいという気もありますけども、まあ昔のね、えー、男性中心の仏教相談というものは女性に対してやはり厳しくそれに向かって、これはね仕方がないんです。 えー、お釈迦様が男性なので、えー、お釈迦様は男性相談はもう直に自分で指導できるんですがお釈迦様が女性相談の中に入って一人であのリーダーとしてやるなんてことはできません。女性は女性性はだけけで暮らさないといけないいいとからね。だからそういう意味で、えー、女性相談女性のグループは常に男性グループの下にあってその教えを聞けそこから指導を受けよというそういうあの。 方針だったんですね方針だったんですがいつの間にかねいつの間にかその単なる組織の上下関係が男女差別にまでつながるようになっていってねあまりいいことじゃないと思いますけどあそうそうまだまだこれ説明それで立像という法体系はいつ誰が作ったのかということなんですねこれ学会で今もいろいろ揉めてます。 組織の法律である立像はずっと後になってからできたという説もありますこれたくさんの学者さんがそういうことを言っておられますねお釈迦様の頃はみんなバラバラでまあなんとかまだまとまりがなくてあの森の中で修行していたお釈迦様みたいなあんなイメージでみんながバラバラとこう修行してただろうからえみんなが集まってその 法律に基づいて秩序正しく生活するというそういう共同生活体はまだなかったんだろうと。ということはそのための法律もまだなかったから、えー、律というのは後の人が作ったんじゃないかという説なんですね。ただこれは全然確証がないですなぜならばお釈迦様の伝記見ますとねお釈迦様出家した後からもその,その人生の中でたくさんの王様とか貴族とかそういう人たちからも「 あのえー、講,演講演してもらってるわけです支えてもらってるわけですそういう意味では仏教っていうのは大変恵まれたスタートを切った宗教で最初ボロボロだったのがだんだん良くなったというよりもお釈迦様というまあ王子様の身分であの教祖になりましたから初めから社会的にかなりのサポートを受けていた可能性があるんですね。それから釈迦族の あの親戚なんかもみんなお釈迦様のところへ出家してますねあれみんな貴族ですから当然その出家した人たちの家族は自分の息子やあの孫が出家すればそれを支えようとしますからお寺をサポートしますわねまあ言ってみれば有力ななさんんはいっぱいいいっぱただろうということとこですねそうしますとねその中でまあ,あのお布施をもらって暮らしている仏教相談が初めから えー、たくさんの人数で秩序だって組織化されていたと考えてもちっともおかしくないわけで初めはみんなバラバラだっただろうというそれはね私たちのそのイメージなんですねお坊さんはもともと森の中で一人で暮らしてるだろうっていうそんなイメージなんでそういうわけにはいかないんで、えー、私は、えー、立像の子は全部やりませんあ,のあんな分厚い本を全部お釈迦様が作るなんてそんなことは絶対ありえないんですが。 一番コアの部分つまりこうです。我々仏教修行者は特定の規則に基づいて集団生活を送らねばならないというその一番大元はお釈迦様が決めたに決まってんですね。そうでないとねそうでないと無理です。考えてみてください。あの お釈迦様が亡くなるまでは仏教相談はみんなバラバラで、えー、規則なしで、まあ、それぞれ好きな場所で暮らしていたとしてですねそしてお釈迦様が亡くなってお弟子さんたちがパーッといろんなところへまあ広がって活動の場を広,があの広げていったその後でその全ての仏教世界を統括する法律をどうやって作るんです作れませんね。 ななぜならば法律というのは権威が必要ですこの法律を作ったので皆さん守らなければならんぞと言って聞いた人が分かりました我々は皆その法律に従って生きていきますという納得をしなくちゃいけないけどもお釈迦様いなくなっちゃってその中心人物リーダーがいないのに一体誰が法律を作ってそれをそのみんなに何て言うか守らせるのかそんなことはできません。で仏教の,あの いろんな記録を見てもお釈迦様以後に誰かが律を作ってそれを広げましたなんて話はどこにもないし第一あの全仏教会を統括するリーダーというのはお釈迦様以後は誰もあ,あの現れていないんですねでそれを思いますと、えー、これは私が考えてんですがこの律像のコアは間違いなく、うん、その仏教 全体に命令を下すことのできる権威でなければならなかったそれはもう釈迦しかいないんです該当者がねで、えー、だから律のコアはお釈迦様が作ったに違いないだろうとで、そのコアの部分これを知りたい私の研究のもとはね今あるあの分厚い律の中からそのコアはどこなんだと お釈迦様自身が決めたであろう本当の規則はどこなんだっていうのを知りたいっていうのが私の大きな夢なんですがまあ、全然叶ってないけどねで、そのそのコアの部分に後からいろんなものが加わって今の巨大な法体系ができたんだろうとう考えるわけなんですねよろしゅございますかですからそういう意味では逆に今あるこの率を今度バラ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 と 後から出てきたものをこうまあ、ひっぺがす形で取っていって、最後のコアにたどり着くというのがえー、私の率研究の一つのえー、まあ、課題だということになるわけなんですね。はい、今日はちょっと勉強の話になりましたけども、こういうあの法律があるということは知っておいてくださいね。で、これに基づいて、これからいろんなお坊さんのおまあ、生活の形をご紹介していこうと思っております。じゃ、あ今日はこれでご無礼します。ごきげんよう。